こちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはグリッターウーマン。綺麗なスタートを切りました。ビューティフルプレジャー前に行きそうです。スカーレットカレント、それに続いています。さらにはグリッターウーマン、14番ビューティーローズ、その後ろラブフェニックス、後ろからになりそうです。前に戻りましょう。先手を取ったのはビューティフルプレジャー、大きく離れました。グリッターウーマン先頭に戻りましょう。ビューティフルプレジャー先手を取りました。そして大きく離れてグリッターウーマン、この位置です。ピンクの帽子ビューティーローズ、その後ろすぐ隣にタレントラブリー、これに続いてパーシャンエアー、黄色の帽子ファストフレンド、いい位置につけました。その隣にスカーレットカレント、クリムゾンメロディー、それに続いています。その後ろからはビクトリースイング、これに続いてスターリードリーマー。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。前はビューティフルプレジャー、2番手はビューティーローズ、グリッターウーマ、3番手ファストフレンド、いい位置。果たして先頭を捉えるか。後続も追い上げていきます。さあ先頭はビューティフルプレジャー。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。あと 200m、 ビューティフルプレジャー先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。ビューティフルプレジャー先頭、ファストフレンド、ファストフレンド、もう一伸び、ファストフレンド、ファストフレンド、1着、2着にはどうやらビューティフルプレジャー。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ファストフレンド、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらフランスのシャンティ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ先手を奪うのはどの馬か。アドマイアベガ、前に行きそうです。スイートシリウス、それに続いています。さらにはステイハーモニー、2番キャッスルゴールド、その後ろ。もう一度先頭から見ていきましょう。先頭はなんとなんとアドマイアベガ。場内も大歓声。内からはスイートシリウス、黒の帽子ステイハーモニー、その後ろ。すぐ後ろにホライトロード、その外からゴールドマリア、緑の帽子ローズルック、その後ろマンハッタンアマゾン、すぐ後ろ。その外にエラーアシーナ、黄色の帽子ダブルガイドブック、その後ろ。では前の方から見てみましょう。キャッスルゴールド先手を取りました。15番アドマイアベガ、2番手を追走しています。スイートシリウス、すぐ後ろグラスイレブン、それに続きます。これに続くのがステイハーモニー、並んで8番ホライトロード。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。アドマイアベガ早くも先頭、スイートシリウスほとんど差がありません。さあアドマイアベガこのまま逃げ切れるでしょうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はグラスイレブン、アドマイアベガ、2番手スイートシリウス、その後ろ。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。アドマイアベガ先頭、1馬身から2馬身のリード。2番手はグラスイレブン、残りあと400m、 長い直線、ここからどうか。アドマイアベガ先頭、後続とは3馬身以上。これは決まりか。2番手はモンジュー、残り 100m 必死に追うアドマイアベガ。2番手はモンジュー、アドマイアベガ先頭だ。アドマイアベガ1着、アドマイアベガ完勝。アドマイアベガ1着、2着はモンジュー。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。アドマイアベガまさしく日本が世界に誇れる馬です。
4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。先頭はエルコンドルパサ、突き放しにかかります。2番手はオートリューキャッスル、後続は大きく離れた。2番手はキングヘイロー、エルコンドルパサ独走、エルコンドルパサぶっちぎりです。エルコンドルパサ1着、2着はキングヘイロー、これが世界の実力だ。エルコンドルパサ、東京競馬場は今日のメインレースの時間を迎えました。今年もこの府中の長い直線で壮絶な叩き合いが見られそうです。さあ春のマイル王決定戦、 G1 安田記念の発走です。さあ最後は大外枠のマイネルラブ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。サイレンス鈴鹿、好スタートを切りました。ウィンドフィールズ、この馬も好スタートを切りました。エモシオン、前に行きそうです。エモシオン、競りかけていきました。ムータティール、そのうちに続いています。オレンジの帽子、ダイワカーリア、その後ろ、これに続くのがノーブルモントレー、内からはサンプレイス、その外から杉の早風、その隣にツクバシンフォニー、進行スプレンダー、それに続きます。緑の帽子、キングオブダイヤ、その後ろ、すぐ隣にマイネルラブ、少し間が空いてビッグサンデー、白の帽子、ブラボーグリーン、その後ろ、ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。ここでサイレンス鈴鹿先頭に変わりました。2番手はウィンドフィールズ、さあ直線に入りました。これからの勝負、サイレンス鈴鹿先頭、後続大きくちぎれました。2番手はムータティール、ムータティール必死に追います。この差は果たして縮まるか。残り 200m、 サイレンス鈴鹿先頭だ。サイレンス鈴鹿力強い伸び足、後続はまだ後方です。2番手はムータティール、サイレンス鈴鹿独走、サイレンス鈴鹿ぶっちぎりです。サイレンス鈴鹿1着、2着はマイネルラブ、サイレンス鈴鹿見事にアジアマイルチャレンジを完全制覇、アジアマイル王の座につきました。また1頭名馬の誕生です。